ドアが閉まります。ご注意ください。次は早須駅です。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、切符。乗り換えの野村駅でどうか駅員にご確認ください。はいはい。目の異変に気づいたのは一昨年のこと。急な視力の低下を年のせいにしていたのが間違いだった。今となっては悔やんでも悔やみきれない。絶望的な気分の私を救ってくれたのはこのリズムだった。目が見えなければ耳を澄ませばいい。風景はよみがえる。時の友人は私にそう話してくれた。ああ、見えるよ、美しい景色が。緑の山々も黄金色の田畑も青い川の流れも茜色の空も、なんて眩しいのだろう。線路は人を運ぶためだけにあるんじゃない。まもなく野村駅終点です。本日は鍛冶屋線をご利用いただきまして誠にありがとうございました。長らくのご乗車お疲れ様でした。
平成2年3月31日人々に愛されてきた鍛冶屋線はその歴史に幕を下ろす。ホームではその最終便が出発の時を静かに待つ。落ち着けよ、しっかり走れ、安全に確実に、でも力強く。その音と振動を私の体にたっぷり染み込ませろ。足元気をつけてね。分かっとるわい。何度この境目を乗り越えてきたことか。足が何もかも覚えとる。ドアが閉まります。ご注意ください。声が小さい。次は中村町駅です。